おっさんチームの。あ、知り合いなんですか？かっけえな。金沢先輩だよ。マジですか？うちに材料売ってくんない。マジか？そんなことない。ちょっと負けやり。そんなことない。俺の相棒なん。大先輩だよ、金沢さん。ちげえな、高校が先輩なんだよ、中学も。かっけえ。はい。時は。時はね。3年の1年で。そうだ、時はって言ってたよ。かっけえ、荒戸でしょ？そう。俺、カスターだったんだけど。あ、知り合いなんすか。うっつ、う、あれ吉田はただしかったでしょ。あ、じゃあ同い年。同い年、同い年。だから身長が全部はい、はい、待てだよ。やりまーす。プレッシャー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 。ワイドワイド。お疲れです。お疲れです。ん？あれ、大輔さ、来るはずなんだよね。大輔から、大輔が来いよって言ってるって、もっちに言われてきたんですか？そうそうそう。あ、大丈夫。小木さんもいる。あ、そう、うん。あの、この後、草間ジャパン組むから、そこで出てもらう。あれ、あれでいますよね。スダテスが。スダテスいる。今、出てる。あの辺に着せないかな。え、ここ？ここに違う、あのコパっていうチーム。あれ、大輔どうしたんだ、そういえば。なんかすげえ引き連れて行きますなんつって。いつもやってたんだけど、3チームぐらいで回した方がさ、うまくいってて。ね。それで助っ人呼んで、あれ、小木さんだ。ナイス、池野が。
来てるメンバーまだでも今までには全部出した。あれね、最後でも大丈夫なんだよ。うん。はいはい。外外。こっち。ノエモだけ。いいっす。お疲れです。あ、来た。貴様ジャパン。草間ジャパンそこ、草間ジャパンそこ、草間ジャパン来た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 、集まってきた。待ってる待ってる、足元足元、ごめん、あ、打っちゃった、あ、ごめん、こっち間違った。渡るくん、今アップだよ、アップ。アキラ。ナイスか。オッケーオッケーオッケー、サンキュー。おい、うまい、いいよ。フリコッパ頑張って。え？ボルカテンか。いいよ。コッパ頑張って。コッパ。うん？うん？クサマジャパンだから今日。あ？はい。ちょ。コッパ。そこ狙う、そこ狙う、そう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 、サンキュー。あ、名古屋さん今アップしてアップ
った、しまった。はい。待てろ。ゆうさん、たけえ、ごめん。こんにちは。こんにちは。いやー、もう。いいよ。
やべー、いけ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 、うわっ、ちょっと待って、イエロー、イエロー、あ、いきますよ、あー、ハッチ出た、あった、どうもあります、もう一回、もう一回、モリさん頑張って、モリさん、モリさん、やばい、
go! Good job, Jesse. どうなんすかね、この間俺キッカーズに負けたから、キッカーズに負けたから、はいはい、もう一回、もう一回。頑張れ頑張れ、うまい、うまい、あ、多分逆れる、もう一回、おい、中、たぶん当たりづらいじゃん、やばい、はい。お疲れ様でした。今回の動画は私が金曜日に参加しているコパっていうチームと母校の前橋の荒戸中学校っていう中学校がありまして、それの定期的にやってる試合の模様を動画にまとめてみました。この40歳過ぎて中学の先輩だったり同級生だったりとまたボール蹴れたり、普段金曜日にね練習しているコパさんとサッカーができてとても楽しかったです。前橋のチームの方も参加してくれたり、他のシニアのチームの方も参加してくれたりしたので、とても充実した時間を過ごせました。次回がね、1月の中ぐらいにやるのかな。その時はねもう少しまた人数を40歳オーバー、なるべく年代の近い人を集めて、また楽しくサッカーできたらいいなと思います。興味のある方は連絡ください。ちなみに金曜日は都南の前橋のフットサル場でコパさん練習します。で、荒戸中の OB の方ももしこれを見ている方がいればご連絡ください。ぜひぜひ皆さん40代楽しくサッカーやりましょう。それではじゃあまた、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。